さあここから試合が始まっていきます。さあヒロとゴーエンジ、吹雪届かない。あーくそ、パスが遠かった。いやーパスが遠かったか、パスが遠かったね。しかしヒロとヒロへ、オッケー、ヒロとか拾っていく。吹雪、これ吹雪返してくれ、突破で返してくれるかな。あーホイールガード、マジか。これ TP 使った、オッケー、これ結構 TP 使ったよ。ここから突破していきたいね、ここからね。さあ津波が奪ってくれ、津波が。あーくそ、風丸頼む、これ風丸疾風ダッシュ。あ、封じの前も覚えてるけど、これ疾風ダッシュだ。マジで失敗していく、マジか。やべ、これ壁山がなんとかしてくれる。壁山ザ・ゴールデン、オッケー、さすが壁山、鉄壁ディフェンダー壁山が止めていく。壁山平五郎のディフェンスで止めていきます。さあ吹雪、ヒロと、これ5インチ、エースストライカー5インチ、あ、くそ、これはオフサイドかな。オフサイドだ。今いい感じだったけど、ちょっとパスが遅れちゃった。吹雪、オッケー、来た、これ大チャンス、吹雪。さあ、吹雪で行きましょうか。さあ、ウルフレジェンドで頼むよ、ウルフレジェンドで。頼むよ、吹雪の、究極奥義、ウルフ。レジェンド頼むよ、ウルフレジェンドで。先制点くれよ。グレートバリアリーフ、カイ。オッケー、同点に追いついていく、吹雪城のゴール。すぐさま同点に追いついた。前半16分。いい感じですね。さあ、すぐさま行きましょう。バーニングフェイス発動。なるほど。ここ、小暮が、頼む、小暮が奪って、ゴーエンジの爆熱ストーンみてえな。ウォーターベル。あ、これは、ダイヤモンドダストが使う技じゃないか、これ。オッケー、ここは、ライデンが頼む。スーパー仕込み。あー、ダメか。でもこれ TP 使わせた。オッケー。これは、危ない。これは、キャッチで。頼む、キャッチで。ループシュートか。エンドを頼む。オッケー、エンドが止めていく。よし。さあ。これ、津波弱い。あ、くそ。ニース。マジか。早い、こいつ足早いな。やべ。これスライディングで止めてくれ。オッケー。危ない。これ返せよ、お前。返せよ、津波。オッケー。危ない。今危なかったね。さあ、吹雪から、5インチ、抜け出せ。5インチ抜け出せ。どこ蹴ってる。それは決まんねえわ。これ、起動。起動が奪い。カンガルーキック。これ、ファールちょうだい。ファールでしょ、これ。ファールじゃない、これ。ないか。頼む、小暮。オッケー、ナイス、小暮。起動、頼む。オッケー。あー、前半終了か。くっそー。トラバル、後半頭から行くぞ、ということで、はい。皆さんに迷惑がかからないプレイを心がけます。ほう。それから、津波。お前は、俺の指示を聞かず、外へ出て、特訓してたようだな。バレてるよ。バレてた。お前には責任を取ってもらう。津波、手を取れ。新たな必殺技だ。ほー。知ってんのか？けど、まだ全然できてなくてよ。なるほど。奴らを倒すにはどんな技がいるか、頭にビジョンを描け。ビジョン。ほう。ヒントは、あのフィールドにある。誰にだって自分のだけのステージがある。行け、海はお前のものだと証明しろ。あ、この言葉を聞いて燃えないわけがない、津波が。ヒント、なんだそれ。大丈夫なのかな、津波バカだから、津波と虎丸をフィールドプレイヤー。吹雪の TP が、もう、バーニングフェイス使えばいけんのかな。ここは、緑川に交代してもらおうか。お、
それでは後半も行きましょうか。そう簡単にボールを渡してたまるか。もらった。オッケー、トラマルのディフェンス。トラマル速い、足。ドリブルもめっちゃ速いで。いけ、そのまま、シュートや。あとお願いします。シュート。グレートバリアリーフ。さすがにこれは、止められると。なんでパスしたの？あ、惜しい。あのアホ、なんで自分でシュートせんねん。今のキーパーザ、水の壁。見えた。あの波を乗り越えた方法が、お津波が、覚えたよ、何かを。ほうほうほう、津波か。ちょ、これゴエンジ突破してくれ。突破してくれ、ゴエンジ。オッケー、来た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 。さあ行きましょうか。ゴエンジの必死必殺技、爆熱、スクリュー。ちょっとなんかファイアートルネードに近い感じだよね、これね。グレートバリアリーフを破ってくれ。オーケー、勝ち越していく。ゴーエンジシューだ。さすがエースの働きですね、これね。オッケーオッケー。よし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 。さあ、ゴールキーパーこれで交代。そして、このゴーエンジの位置にじゃあ津波を持っていきましょう。で、ゴーエンジの TP は39。多分、バーニングフェーズで爆熱ストーム打ってるから、このまま行きましょうか。じゃあ、津波。津波をじゃあ上げていく。機能が奪ってくれるかな。あー、これは小暮。小暮。トラマル。頼む、トラマル。オッケー。オッケー。津波頼む。届いて、届け。オッケー、届いた。さあ、さあ行くよ。行くぜ。これが俺の必殺技、ザ・台風。オッケー。行きましょうか、じゃあ。ザ・台風。波を乗りこなせ。さあ頼むよ。決まっていく。3対1、津波のゴールです。しゃ、完璧だねこれね。いい必殺技やったな津波。よっしゃ、どうだ、俺に乗れねえ波はね、決め台詞出ました。まさか工藤監督がこうなることを見抜いていたというのか。なわけねえだろ。あの、でも見抜いてたのか、やっぱり。多分見抜いてただろうね。さあ、これは、トラマル頼む。トラマル。オッケー、トラマル、すごいね。ボールをことごとくキープしていく。さあ、津波、上がれ。軌道が来てる、軌道が。軌道から、津波。さあ、では、これはバーニングフェーズでもう一回、いけるか？使えね。じゃあ、津波ブーストで。雑体踏むと津波ブースト。どっちも波の技で。俺に乗れねえ、波は、ねえってことで、ね、うん。どうだろう。グレートバリアリーフ。これはどうだろうか。オーケー、津波ブーストでも決まるじゃん、結局。4対1、津波2ゴール。津波いいね、津波ね。うん、さて、ここの位置に、では、ゴーエンジを、再び持っていきましょう。それでは行きましょうか。次はゴエンジに。てか。ちょ、津波からゴエンジ。あ、くそ、これきついか。バーニングフェーズも時間ねえ。なんとか。つないからスーパー仕込み。オッケー。さあ、横綱ライデン。ペラペラにしていき。あー、バーニングフェーズ終わっちゃったか。しかしながら、ゴエンジ吹雪。さあ、ヒロト。ヒロト、そういえば、行きましょう。流星ブレード V2! さあ、ジェネシスのエースの力を見せてくれ。オッケー、どうだ。グレートバリアリーフ。どうだ、これは。あ、これも決まるじゃん。グレートバリアリーフ、大したもんじゃねえな、これね。5対1。これガールズチームより弱いんじゃないこれ、うん、よし。相手のエース交代してるじゃん。10番交代したけど大丈夫なの。ボックスルロックディフェンスかっこ笑い。あー、モグラフェイント。モグラにやられていく。
さあ、これはどうだ。あー、ちょ、亀山頼む。ザ・ウォールで。あー、ザ・ウォール使えねえ。オッケー、しかしここがスライディングで奪っていき、さあラストラストラスト攻撃、スライディングやばい。あ、くそ、これ試合終了かな。スライディングやばい。オッケー、奪った。でも多分これ試合終了だな。あ、ファールか、ファールが先に入った。やばい、カンガルキック。試合終了。ラストプレイがあれだけど、勝ちました。5対1、圧勝だん、結局圧勝。負けだよ。どうやらジャパンの波を甘く見ていたようだ。うん。おう、分かりゃいいんだ。今度は一緒にサーフィンやろうぜ。OK、アジア地区予選、俺たちの分まで勝ち抜いてくれよ。稲妻、ジャパン！ということで、勝ちました。ほう、壁間が、モグラフェイント。覚えた。ということで、凱旋の帰国でございます。帰国じゃねえわ、凱旋の帰還でございます。はい、初戦勝利です。結局これでね、もう、監督は有能だということが証明されました。はい、ありがとうございます。俺たちがオーストラリアに勝利できたのは監督の采配のおかげです。あなたはチームをダメにするような監督じゃない。桜崎中で何があったんですか、話してください。俺はちゃんと信頼できる人にチームを任せたいんです。お、響監督、お前が説明してくれるのか。工藤、もういいだろ、こいつらには話しても。響さんがそう言うならば。ほう、10年前、工藤が桜崎中のサッカー部の監督をしていた時のことだ。工藤の指導により桜崎中は不動のフットボールフロンティアの決勝まで残った、勝ち残った。しかし最強のチームとの決勝前日、部員たちは対戦相手と喧嘩し怪我をさせてしまった。最強のチームとは帝国学園、おそらく影山が仕組んでいたのだろう。影山、そこまで仕組んでんのかお前。結局事件が明るみになればサッカー部は無期限に活動停止になってしまう。ああ。工藤はこれ以上ことを大きくしないでくれと頼み込んだ。だが相手は聞き入れなかった。そして工藤はチームを守るため自分が問題を起こしたことにして決勝を棄権した。はあ、そういうことか。あれから10年、ようやく工藤の指導者資格の停止処分が解けた。俺は工藤に日本代表監督を頼んだ。だがこれは決して同情ではない、処分中も工藤のサッカーへの情熱は衰えず研究を続けていた。その熱心さに惹かれたのだ。はぁ、なるほど、なるほどね。だから工藤監督になったんだ。はぁ、ありがとうございます。ですがまだまだこのチームは欠点だらけです。まあな、お前たち明日からはさらに特訓を厳しくする。わかったな。ってことで、監督への理解も深まり、さらに結束が深まった稲妻ジャパン。さあ、どうなっていくんでしょうか。もうチームまとまったね、これね。工藤監督なら世界に連れて行ってくれるかもしれない。お、起動。起動も監督をついに信じたか。これで、彼らの2回戦の相手はカタールに決まったね。カタールか。日本か。面白い。だが、まだまだ問題の多いチーム。ヒデ中田を、中田秀俊、問題点、中田秀俊だよね、多分ね。まだ本気を出してない奴がいるということだ。全然似てないと思うんだけど。そんな気持ちで世界に挑む以上、彼らは負ける。負ける。ほう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 。トラマル、お前なぜあの時自分でシュートを打たなかった。あったね。俺まだゴエンジさんの足元にも及ばないから。お疲れ様でした。逃走。トラマル、待て。おい、ゴエンジ。逃げてった。そろそろ帰らなくていいのか。ユーカちゃんを迎えに病院に行くんだろう。あ、そういえば外出禁止から解けたからね、外出禁止が。ね。ユーカちゃんによろしくな。なに、ゴエンジなんか悩んでんの？トラマル、お前がシュートを打たないのは本当にそんな理由なのか。絶対何か理由があるよね。あ、ユーカちゃん、ロリ。今日のサッカー勝ったんだね。おめでとう。ありがとう。ゆうかもテレビの前でずっと応援してたよ。ああ、なるほど。おいおい、ゆうか。そんなに動いて大丈夫なのか。やっと退院したばかりなんだからな。シュウは来ていたのか。お父さん？これ。今日のお兄ちゃんのサッカーとってもかっこよかったんだよ。サッカーだと、まだあんなくだらない遊びに夢中になってるのか。一応髪型は、ね、息子そっくりだよね。一応ね。それじゃあお兄ちゃんは合宿所へ帰るからな。いい子にしてるんだぞ。うん。
シーヤ、約束は覚えているだろうな。どういうこと？はい、お父さん。一方その頃、様々な地で FFI 世界大会の進出チームが決定しつつだった。ほうほうほう。イギリス。試合終了、イギリス代表ナイツ・オブ・クイーン、FFI 世界大会進出です。ナイツ・オブ・クイーンはこの予選で相手に一度もボールを奪わせない完全無欠のプレーでした。チートじゃん、そんなの。キャプテンでエースストライカーのエドガー・バルチナスがサポーターに手を振っています。キャー！エドガー・トバーン！皆さん、この勝利は我々に夢を託してくれた全てのイギリス国民のもの。FFI 世界大会でも必ずや勝利を掴んでみせましょう。おー。アルゼンチン、メッシ？メッシかな？おい、マスター、ステーキもう一皿追加だ。俺もステーキ食いたい。お前らはもう食え。今日は俺たち、ジ・エンパイアの FFI 世界大会進出祝いだ。世界には強い奴が腐るほどいる。食って力をつけて、軽く遊んでやろうぜ。おう。よし、わかった。そういうことならば、今日は店のおごりだ。じゃんじゃん食ってくれ。いいな。話がわかるじゃねえか。それじゃあステーキもう10皿追加な。うひょーん。赤字、赤字、大赤字だ。2回戦の相手はカタール代表デザートライオン。俺たちが全力で挑もうとする中、何かがトラマルの心を閉ざしていた。次回、トラマルの秘密、悲劇のエースストライカー。何があったんだ、トラマル。はい、ということで、今回ここまでです。次回はついにトラマルのなんか秘密を解き明かしていくことになるんでしょうか。いや、楽しみですね。ということで今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。またあのー